だけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。ふぅ、カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと剣だよ。セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだこの野郎。よくも俺の嫁さんを。おお、誰かと思えば。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、セルの相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、僕。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル絶対に許さない。ふっ、しらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと？18号以下の力しかないお前が。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強くて。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。Come on!
妙な波動で力をセーブされてさえいなければセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？しまった！くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。十八号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、十八号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人とも、とてもお強いんですね。まさか、波動の影響下で、あそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら、十八号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には、絶対に亀ハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。十八号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、18号さんとは逃走中に知り合い一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね。できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。Yep! Ah! Hup! Hup! Hup!
なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね、フリーザ君。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あの、まあそうです、義勇特戦隊といいます。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。敵？どこだ？